Oye. あなたどうして真空なんかの手先になったんですか？ もう囲まれてる。私はあなたに会ったことがあります。私の目からはあなた、人を思いやる心を持ったいい人に見えた。父親にも。どうして息子さんのためですか？分かったようなことを言うな。これは私の問題だ。私がただあいつらに脅されて嫌という勇気がなかっただけだ。私がただ弱かっただけだ。息子のせいじゃない。 自首はしません。何も喋りません。もし喋ったりしたら、シンクに殺される。私だけじゃない。妻と息子まで。警察が守ってくれます。気休めはやめてくれ。警察が一生守ってくれるわけがない。私一人が死ねばそれで済むんだ。 残された家族はどうなる？息子さんは大丈夫ですよ。亮太は私がいなくなっても悲しみません。誰にでもついていってしまう子です。 私が父親だということすら分かってはいないんだ。きっと分かってますよ。息子さんはあなたの優しさを分かってます。 息子さんのためにも生きてください。息子のために生きて。 あいつより知ってること、すべて話します。
はよう。京太。下がって練習頼むぜ。印刷屋が一人死にました。どんな色でも作り出すインク配合の天才だったんですが、命は他の命を食うことで成り立ってる。それは神が作った摂理だ。死はそこにあるんだよ、孫君。ごちそうさま。ありがとうございました。